新作ピーチフラペチーノってもしかしてさ、今日からスタバで新作のラブ&ピーチフラペチーノが販売されてるんやけど、もうみんな飲んだ？2015年から夏の定番になってるピーチフラペチーノやけど、自分いつもホワイトモカシロップ追加ばっかりで、なんか新しいカスタムないかなーってずっと考えてたら、こんなカスタムにたどり着いた。このカスタムはシナモンと蜂蜜をホイップの上からかけてもらった超シンプルなカスタムなんやけど、桃の味崩すことなく、ちょっぴり甘さも加わって、口の中に残ったピーチの果肉とシナモンがめちゃめちゃ相性良かった。しかもこのカスタマイズ無料でできるし、そこまでシナモンも強く感じへんから、苦手な人でももしかしたら飲めると思うけど、蜂蜜追加するだけでもほんのり甘さが加わって美味しいから、ちょっと甘さだけ欲しいなって人は、蜂蜜追加だけでもやってみて。でも今回のピーチって、そのまんまでも結構甘くなかった。正直今回のピーチはカスタムなしで十分かなって感じたんやけど、みんなはどんなカスタムで飲んでみた？あと久しぶりにこの長いレシート当たったんやけど、このレシートは一体何でしょう？よかったらコメントでみんなのおすすめカスタムとこのレシートが何か予想してみて。